ノーベルブライトボーカルの竹中雄大です。一問一答スタート、兵庫県の姫路市でございます。はい、いやすごいいい街ですよ空気が美味しくて、はい。好きな食べ物と嫌いな食べ物、好きな食べ物はキュウリと冷ややっこと、フルーツ全般。嫌いな食べ物は唯一もずくだけ食べれないです。はい、誰も口笛です。口笛の大会で優勝したこととかですかね。明石家さんまさんですね。本人もすごい楽しそうにテレビとかで喋ってはって、見てる人も楽しくなって、なんかみんなをすごい幸せにできる人っていうので、まあ、なんかすごい尊敬してます。テレビで必ず録画してるのは、そのダウンタウンさんが出てる番組は全部録画してですね。ダウンタウンデラックスも出たいなとか、まあ、そうですね。なんかめちゃめちゃ突っ込まれたいですね、浜田さんに。はい、アンパンマンですかね。自分の顔を外す時の感触を味わってみたいですね。なんか自由にしてくれる人がいいですね、まあ、かつご飯が、料理がうまい人。家族、うるさい、中二病まあまあライブっすね、はい、もうまずは自分らが一番楽しもうなって思いながらライブをしてます。僕らの存在意義が皆さんみたいな、おかしいなおかしくはないんか、おかしくはないんか。いやまあでも本当にそうですね。僕が初めてその何ツアーを、全国ツアー回るって時に盲腸になって盲腸になってライブできんかったこと、まあ、そうちゃんは人一番まっすぐ取り組んで、ノーベルブライトをすごいいい方向に導いてくれる、すごいなんか尊敬できるところでもありますね。カイドもまあ最年長なんで、なんかその僕とか結構何事でも熱くなりやすいんですけど、カイド君は結構割となんかそういう時も冷静に客観的にいろいろ喋れたりするんで、まあ、そういうところはあすごい大人やなって思う部分も結構あって、そういうところはすごいまあ好きやし、まあ、尊敬もしてる。まあでもめちゃくそガキな時もあるんですけどね、僕よりクソガキな時もあるんですけど、はい。で敬語はめっちゃそのノーベルバレットを愛する気持ちっていうのが本当に人一倍強くて、なんかそれがまあ入る前も入ってからもなんかずっとその僕自身も感じられるっていうのがやっぱりこういい面、いい面前だなと思いますし、なんかこう人一倍僕のこともすごい立ててくれるというか、ボーカリストとして、まあ、そういうところもなんかすごい嬉しいなと思うんで、まあ、ネギ君はまあとりあえずおったらおもろいみたいな感じですね、はい、まあ、なんかまずは仲良くみんなでおじいさんになってもなんか続けていけるようなそういう関係でありたいなと思います。5年後はもう本当に知らない人がいないぐらい日本を代表するバンドにもなっている。なのでアリーナツアーもドームツアーもやってます。5年後は10年後は海外に別荘3つぐらい持ってますねはい、まあそのインディーズのバンドが大阪城ホールにしかわざわざこの時期に借りてライブをするなんて、まあ意味わからんなっていう感じやとは思うんですけど、僕らは誰かがやってこなかったようなことだったりだとか、まあ、なんか本当にその自分たちらしい、俺ららしいやり方で、まあ、これからもやっていこうとずっと思ってるんで、ノーベルブライトの、まあ、なんかこういろんな決意だったりだとか、あと今後俺たちはこういう風にバンドを活動していくんだぜみたいな、そういうなんか信念だったりだとかっていうのをなんかしっかりライブで伝えたいっていうのと同時に、画面越しではあるんですけど、まあ、みんなが、まあ、マジでその画面に心奪われるようなパフォーマンスをまずは届けたいなと。そしてよりその配信ライブでよりこう好きになってもらって、またすぐに実際にねお会いしたいなって思ってもらえるように歌いたいなと思います。8月17日に、僕たちのバンドセットでの配信ライブが、大阪城ホールでやることになってるんですけれども、まあ、今こういう状況で実際に会うことが、まあ、難しい状況が続いてますけれども、
まあ、本当にその皆さんが日々抱えているなんか鬱憤だったりとかね、不安だったり心配だったり、そういうことをもうこの配信ライブで、僕たちも見てくれてる、応援してくれてるファンの皆さんのそういう気持ちも、もう全部吹き飛ばせるような、パフォーマンスと歌を届けようと思ってます。そして、まあ、今までこうやって、昔からだったり最近してくれた方だったりいろいろいると思うんですけど、ノーベルブライトっていうバンドを、まあ、応援してくれた皆さんが、まあ、より今後ももっと応援したくなるようなね、まあ、本当に皆さんはこれからもずっとドキドキワクワクさせれるような発表だったりだとかも、用意してますので、まあ、本当にまずは、本当に今までここまで連れてきてくれてありがとうっていう思いと、これからもマジでよろしくっていうね、思いを、しっかり歌に乗せて、バンドで最高のライブを届けようと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。